日本債券信用銀行、株式会社日本債券信用銀行、日本債券信用銀行、英称は、かつて存在した、長期信用銀行産業の一つで、債券発行銀行。1957年4月、旧朝鮮銀行の残余財産をもとに、不動産低等貸付に主眼を置いた銀行として、長期信用銀行法に基づく日本。 不動産銀行として設立された。1977年に日本債券信用銀行に業名変更。長らく割引金融債、割新、救命、割不動、利付金融債、立新、救命、立付不動、立新ワイドとともに被災銀、日債銀の愛称で親しまれた。1998年12月に経営破綻し一時国有化され、 2000年に投資グループに売却された。2001年、青空銀行に業名変更。前身とも言うべき、朝鮮銀行は、1909年11月に韓国銀行の名称で設立され、1911年8月の朝鮮銀行法の交付によって、朝鮮銀行と解消した。以来、36年間にわたり朝鮮及び、関東州における、 中央銀行としての機能を果たしたが、第二次世界大戦終結によって、閉鎖期間に指定され、いわゆる特殊生産が進められた。1952年時点で70億円の残余資産があった。1953年7月、閉鎖期間例改正によって、国内残余財産による新会社設立の道が開かれると、町銀出身者の間で新会社設立の機運が、 盛り上がった。そして、最後の副総裁で、生産責任者であった、星野清次が中心となって、新会社設立の諮問委員会を設け、不動産銀行設立構想を打ち上げた。しかし、大倉省は戦後誕生した銀行の経営が、かんばしくなかったため、銀行の合併、併合の処理に追われ、新銀行の設立は、当分の間、見送ろうというのが、基本方針であり、 同省のほか、既存の銀行はいずれも不動産銀行の設立に、猛反対した。だが、右与曲折の末、最終的に、中小企業向けの長期資金の貸し付けを主要業務とし、不動産を低当とするものに重点を置く、新銀行を長期信用銀行法に基づいて、設立することとなった。これには、政治的判断も働いたと見られており、 設立に奔走した第四代頭取となる、勝田達夫は、父の勝田和江の人脈で、福田武浦政治家や大倉官僚とも親しく、銀行の設立を、岸信介や福田が後押しした。また、福田政権ができた時には被災人は、福田銀行と揶揄された。1957年4月1日、株式会社日本不動産銀行が資本金10億円で、設立され、 残余資産から給食員の退職金や生産税などを差し引いた額の一部、初代頭取には星野が就任した。1957年10月に大阪支店を開設し、以降1964年までに主要、経済ブロックに計8支店を開設して全国ネットを整備し、1967年10月には東京都千代田区区段下に新本店を建設した。 またこの間、1964年9月に東京証券取引所第2部に上場、1966年2月に同第1部に指定外となった。日本武道産銀行設立時における日本の経済は高度経済成長期に入り始めた頃であり、中小企業などの旺盛な資金需要とも相まって、業績は開業当初から急速に拡大した。 1957年11月から利付金融債、期間5年、翌1958年10月から割引金融債、期間1年発行を開始し、利付金融債は金融機関の引き受けを中心に、割引金融債は個人向け貯蓄手段として、いずれも順調に発行量を拡大した。1960年代に入ると対象顧客が それまでの中小企業を重点とした運営から中堅企業、さらにそれらの親会社を中心とする大企業との取引も次第に拡大し、本来的な超新銀としての基盤確立を図った。また、不動産金融については、不動産担保金融にとどまらず、長期信用銀行としての独自性を発揮する分野として取り組みを充実した。1964年には、 積立、不動による住宅融資が開始され、また1965年からは建設業、不動産業、私鉄業が重点産業種と位置づけ、事業金融の性格を持つ不動産金融として推進した。1960年代後半に入ると、国債発行開始によって金融債の消化にも少なからの影響が生じた。このため、金融機関による消化に加え、 割引金融債を中心とした自力消化、証券会社を通じた販売を債券消化の三本柱として掲げ、組織の強化のほか、店舗の拡充や新商品の開発なども進めた。1969年10月には、第四代峠として、勝田達夫が就任し、翌1970年8月、経済社会構造の変化や、 経済の急速な国際化に対処するため、長期経営計画7カ年を策定、同時に大幅な組織改革を実施して、権限の異常などによる組織運営の効率化を進めた。1970年代前半は業務の国際化が進展。外国為替業務をはじめ、新時系トローン業務などが拡大したほか、1974年12月にはヨーロッパ市場で1、 500万ドルの初の外債を発行した。加えて、1971年10月に、ニューヨークに初の駐在員事務所、1974年4月には、ロンドンに初の海外支店を開設した。不動産銀行という業名が体を表すように、不動産融資に注力するが、もともと超新銀として、最後発で、存立基盤が弱く、また、不動産融資が、 主力業務であるために、日本列島改造論後の不動産不況で多額の不良債権を作り出し、早くも1970年代後半には、経営不安が囁かれるようになる。その前身から民族系企業や、韓国外関銀行などとの取引が多く、不動産取引を通じて、闇社会との接点を持ち、韓国外関銀から60億円の支払い保証を、 取り付けて、町久幸が社長だった東和総合企業に五十四億円を貸し付け、同社が TSKCCC ターミナルビル等を建設した県は九百七十一年に国会でも取り上げられなどダーティーイメージを想起させる金融機関であった。九百七十三年の第一次石油危機に伴う不況の最中には長期経営計画を見直し経営の効率化を進め、 1977年10月には創立20周年を機に共鳴を株式会社日本債券信用銀行に変更不動産担保金融より債券発行銀行としての路線転換を強調する狙いも込めた。1980年代になると組織改革の他校内情報処理体制の構築などを積極的に行い銀行法の改正などによる 金融自由化、国際化の進展などへの長期的対応を図った。1982年には長期経営計画、プロジェクト35カ年を策定。1985年には環境変化の速さに対応するため、融資、債権、証券、国際業務など、あらゆる機能を活用した総合営業を推進した。特に国際業務面では、 全業務の国際化と海外営業力の強化が図り、海外支店、駐在員事務所拡充のほか、ロンドン、オーストラリア、スイス、ドイツなどに、現地法人を設けた。また、新たに認められた、公共債の窓口販売、ディーリング業務についても、債券発行銀行としてのノウハウを活かして、当初から積極的に取り組んだほか、1987年以降は、自己資本の充実、 アルムなどによる財務、収益構造の改善に努めた。そうした中、トップについた、かつたの副心である、英誠司郎は、闇社会との付き合いを深め、暴力団相手だろうが、無担保だろうが、貸して、貸して、貸しまくれ、千代田、日際銀破綻の原因の一つとなる、系列ノンバンク、千代田ファイナンス、後の日本トータルファイナンスを見習え、たった2年間で有資残高を1、 0 0 0 0 0 0レレレ0 0 0レレ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 レ1レレ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  いわゆる飛ばし行為による粉飾決算は第8代頭取である松岡誠治以降により本格化する。日債人は保有株式の売却や債権買収機構などを積極活用し、1993年から実施した中期経営計画3年間の下で新たな対応が進めるが、経営危機はより深刻度を増した。 1994年4月には海外から全面撤退、またクラウンリーシング、負債約1兆1187億円など、系列の運バンク3社を破綻勝利し、1996年3月期決算は初の赤字決算となる。赤字の形状に先立って、1993年に大倉勝利財局長を経て、国税庁長官を歴任した久保田博士。 1996年には日本銀行、国際局長を歴任した統合住居をそれぞれ経営首脳に迎え、事実上大倉省、日銀管理銀行となる。1997年3月には自己資本比率が国内基準の4%を割り込む水準まで低下する。再検策として翌月、大蔵省が中心となり、全支店の売却及び各金融機関及び、 新金融安定課金、日銀拠出を含むよいわゆる法画帳増資で合計に900億円を調達している。当時の被災人、資本勘定の3倍に相当する金額であったが、引き受け側の各金融機関には、東京証券取引所規則により、原則として割当株式の2年売却凍結との制限がついた。これが後々に、 被災銀株価の奇妙な安定を裏で支える要因となる。続いて1998年3月に金融危機管理審査委員会委員長笹波陽子経大教授の決定で600億円の公的資金を注入した。1998年初めから同じ超新銀の日本長期信用銀行の経営危機が話題になり始め、同年6月に月間。 現代が、超銀破綻で、戦立の銀行淘汰が始まるとの記事を掲載すると、超銀の株は下落し、関心が集中した。そして、株価下落と資金繰りに行き詰まったことにより、マーケットから退場を迫られた超銀は、同年10月に、特別公的管理化、国有化された。超銀の国有化を受け、超新銀の中で最も弱い被災銀が生き残るのは、おかしいという、 味方が正解に広がり、被災金も破綻処理すべきだとの流れができていく。その下中、久保田から頭取りを引き継いだ東郷は生き残りをかけ、中央信託銀行との合併交渉を重ねた。交渉で中央信託も前向きな姿勢を見せるも、発表直前に態度を翻し、同年12月9日に、両郷は業務提携を発表するにとどまった。 中央新宅が本位にした理由は明らかとなっていないが金融当局の働きかけがあったとみる金融関係者は多い。結局、被災銀は同年12月13日金融庁検査における実質に700億円の債務超過が認定され金融再生法により特別公的管理課一時国有化が決定された。2000年にソフトバンク、オリックス、 東京海上火災保険、現、東京海上日動火災保険などからなる投資グループに売却され、直後の同年9月、社長に就任した、本間だよ、元日銀理事が不可解自殺を遂げる。翌年2001年には、現社名である、青空銀行に変更。この売却にあたり、金融再生委員会と預金保険機構は、被災銀の債務超過を穴埋めするため、 山頂に428億円の公的資金投入を行った。この結果、1998年に投入した600億円を含め実質的国民負担額は金融機関の負担する預金保険料1、714億円を差し引いた3丁1、314億円に上った公的資金投入額のうち 一時国有化月時点の不良再建処理費用は3兆1、497億円。国有化後に発生した損失は931億円とされる。ただし、この数字には、下手担保条項によって、国による不良再建買い上げによって生じる損は考慮されていない。1999年7月、久保田元会長、東郷元、東取 岩木忠夫元おもと副頭取や休憩営人3名は、東京地検特捜部と警視庁、捜査2課に逮捕され、同年8月に、有価証券報告書の虚偽記載、粉飾決算による、証券取引法容疑で起訴された。2004年5月、一審、東京地裁は3名に対し、有罪判決、久保田元会長は、懲役1年4月、東郷元東、元、頭取、 岩木本副頭取は、懲役1年、いずれも執行猶予3年を言い渡した。2007年3月、二審、東京高裁は3名の構訴を棄却したが、最高裁は2009年12月に二審判決を棄却し、審理を東京高裁に差し戻した。2011年8月に、東京高裁は、地裁判決を破棄し、3名の逆転無罪が確定した。 また被災銀破綻後に、その不良債権を引き継いだ整理回収機構、RCC は2001年9月、A 戦手老元会長ら旧経営陣11人に、対し、バブル期の放満融資に深く関与していて、不良債権の原因を作った、経営陣らの民事面での責任追求が可能として、総額45億円の損害賠償を求めて訴導した。2004年3月、東京地裁は、 常吉義則元副党ドリとら2名に、大使 RCC の請求通り5億円の払いを命じる判決を下した。また、2004年5月、東京地裁は、RCC の請求を全面的に認め、英 a 戦元会長ら旧経営陣に40億円の支払いを命じる判決を下した。その後、2005年12月、東京高裁にて、 合計2億円の賠償支払いで和解が成立した。賠償額の内訳は、永泉元会長が4、レーレレレレレレ松岡誠二元東ドリラ8人が計1億6、レーレレレレレレを連帯して支払う内容となっている。告訴された11名のうち、1名が、控訴取り下げ1名は2004年10月に、東京高裁で和解が成立していた。ちなみに、 日債銀破綻の永久戦犯と名指しされるも、事項により刑事立件を逃れた、AA 戦の役員退任時の退職金は約6億円と言われる。日債銀は、損害賠償とは別に、AA 戦ら旧経営陣16人に対して、総額19億円の退職金の自主的返還も要請した。全員が返還に合意したものの、これまでの返還額は、経営 約2億5 0 0 0万円にとどまっている。出店。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。